どうしよう。ということで今日なんですけども、大陸から21年 SS3 回目3回目の、多分3回目のデリバリーございましたのでご紹介しようかなと思います。今回はニットベストと皆さんおなじみ、スタプレシリーズということで、まあおなじみのですね、毎シーズン定番のものが3色入ってきましたが、今回ちょっとパンツが3型あるのでちょっとご注意ください。まず、はい、ベストですね、ニットベスト、こんな感じでございます。はい、ブルーとブラックっていう感じですね。はい、で特徴といたしましては、こういうね、ちょっとこの、ステッチワークというかが、まあ、裾だったりとか、襟元だったりで、左の胸にですね、ラープということで、これもね、手作業でございます。手が込んでるっすね、これは。はい、最近やっぱ大陸のね、アイテムはハンドペイントだったりとか、なんかそういうのに代表されるように、割とちょっとこのクラフトマンじゃないですけど、そういうような要素が入っていて、これもその一つですかね、ベストでございます。はい、こうなんかね、シャツとかとレイヤードして今すぐ着れるんじゃないかな。これ2色。そして、スタプレシリーズなんですけども、ジャケットはね、はい、共通なんです。ジャケットは共通でございまして、で、今回もですね、ちょっと前回くらいからちょっとシルエットとか変わったと思うんですけど、袖がね、割とちょっとこうジャストめなコンパクトになったりとかしているジャケットが、この、まあ、ソイルという、ちょっとこうなんていうんですかね、黄土色というか、まあ、ソイルっていうのも土壌だったりとかっていう意味なんですけど、まあ言ったらその映画のね、イージーライダーとかね、こうアメリカのなんていうか砂漠とか荒野みたいな、そこの土の色みたいなのを、まあ、ちょっとこれで表現してるっていう、はい、色と、でこれはコンクリートっていう色なんですけど、まあ、グレーですね、ちょっと寒色寄りのグレー、これめっちゃいい色でしょ、僕大好きな色ですね、こういう系の。少し灰色がかってるか、青みがかってるかな、青みがかったグレー、コンクリートということで、はい、コンクリートっぽい感じですね、寒色寄りのグレーですかね。と、まあ定番ブラック、色はこの3色になっております。そしてパンツなんですけども、先ほど言った通り3型ありまして、まず1つ、これが毎シーズン、定番の、ストレートの形ですね。割とちょっと、丈が少し長めで、ちょっとワンクッションなりして、こうスニーカーのところにたまるような感じの、ストレートの、まあ、一番定番ですね、定番のシルエットに加えましてですね、今回これは、スリムの形ですね。スタンダードの形よりもちょっと細くなってる。スリムの形。そして、フレア。フレアの形。ということで、ストレートに加えてスリムとフレアっていう、3型で今回、スタプレ、作っておりますので、ここもね、フレアとか言って書いてあったりするので。そういう感じで、まあ、ちょっとね、それぞれ、履き比べしてお見せしますので。そんな感じで、じゃあ早速ちょっとベストの方で、ね、着てみようかなと。はい、ベストです。着てみました、どうでしょうか。はい、ということで最初に言っておきます。こちらサイズフリーですね、フリーサイズでございまして、お値段36,000円でございますね。はい、な感じで、まあフリーサイズなんでね、やっぱり、身幅もゆったりめで、まあ、着丈もまあ若干長めという感じで、全体的にゆったりめなんで、ワンフィッツオールですね。そんな感じでブラックの方を着ております。どうでしょうかね。まあもうちょっと季節がね、暑くなってきたらこういう風に半袖の上にね、ベスト着てみたりとかっていうのもありかなと。今だったらまあね、さっきも言ったようにシャツだとか、なんかそういうものとレイアウトしてみたいな着ていただけるのかなと思います。はい、どうすかね、今季のね、まあ一つキーワード出てるラブと感じてね、このハンドステッチちょっと効いててね、いいでしょうね、黒の方なんですけどね、やっぱこの編み目がちょっとこうレーシーな感じなんですね。少しこうね、透け感があるような感じなので、こうやって白のね、インナーとかとこう着てみると、割とこうね、この模様というか柄がパキッ、お見てください、パキッみたいな浮かび上がれるというか、うん、ですね。でコットンのニットなんでね、まあ割とどうですかね、ちょっとこう
ローゲージっぽいんで透け感もありますし、うん、まあやっぱ秋冬のね、いわゆるニットベストみたいな、うん、ウールのベストとはまた全然違う着心地でございますね。やっぱこうちょっとシャリッとしてるというかコットンなんでね、うん、あんまそのなんか保温性を重視したような、うん、ニットのふわふわしたあったかいみたいなベストとはまたちょっと着心地が違うような感じですかね。いいね、なんか黒を白のインナーと合わせてるみたいな、白シャツとかでもいいんですけど、まあ、そうするとこの刺繍の白ともさ、なんかこうリンクして割とこのいい感じがするんですよね。ちょっとね、アーガイル柄じゃないですけど、パキーン。はい、そんな感じでございます。はい、こだわりのね、いっちゃうかな、手込んでますよ。はい、そんな感じです。じゃあ次スタープレシリーズ着てみようと思います。どうでしょう。上下で黒ですね、着てみました。いかがでしょうか。最初に言っておきます。ジャケットですね。ジャケットはこちらフリーサイズでお値段39,000円でございます。でパンツがスタンダードの形で、お値段29,000円、サイズ27インチ履いております。はい、まずジャケットからいきますか。ジャケットはね、全部共通なので形とか、色が違うだけです。はい、こんな感じですね。まあゆったりめなんだけど、まあ、割とどうですかね、そこまでオーバーみたいな、うん、そこまででかみたいな感じではないですよね。まあ若干ゆったりめっていう感じ、どうでしょう。でね、やっぱね、これ着やすいね。まずね、着て思うのがね、軽っていう、軽いんですよ、着心地は。とにかく軽くて、で生地もこう柔らかくてですね、柔らかくて、あの着心地がめちゃくちゃいいです毎度のことながら、毎度思うんですけど、着やすっていう、うん、感じで、まあポリエステル100なんでね、タフですし、ケアも楽ですしね、ガンガンガシガシ系ですね。ガンガンガシガシ、着ちゃって大丈夫系な感じですね。いいんですよね。やっぱね、大陸の僕、まあ良さっていうのはいろいろあると思うんですけど、まず大事にね、気圧さ、これがね、なんかすごい僕はいいなって思うんですよね。うん、まあどのアイテムにも共通しているんですけど、着やすいんですよね。で、まあこの左脇のところにはね、ちょっとピスネームですね、オレンジのピスネームと、ついてて、前閉めてみてもこういう感じですかね。そうなんですよ、いいんですよ。でね、パンツ、はい、これがスタンダードの、毎シーズン出てるいつものやつですね。いつものやつ、こんな感じです。で、丈が少し長めで、こう裾がちょっとたまるような感じで、これがまあちょっとなんかこう裾にたまってフレアっぽく見えるみたいなのが、割とこの大陸のね、まあデニムパンツとかもそうなんですけど、ちょっとこうアイコニックな、ずっと継続で作ってきた形ですよね。パンツもね、まずね、お値段もね、29っていうのも素晴らしいし、履きやすい、わ、軽いし、これもガシガシ系でガンガン履けるんじゃないかなっていうか、なんか1本はなんか持っといて損ないというか、多分ね、これ系は1本持っとくと、もうなんかヘビロテもヘビロテっていう感じになる気がしてますね。もう本当定番のね、いつものっていう感じ、うん、一着ですね。はい、じゃあ次、スリムですね、パンツ上下コンクリートの方着てみよう。はい、コンクリートの方ですね、これ私のガチ押しの色です。はい、着てみましょう、どうでしょうか。いいでしょう。そしてパンツがスリムですね。スリム、わかりますかね、細いの。さっきのスタンダードに比べてね、割とね、このももの辺とか結構、まあ、あのスタンダードとちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、着た感じもそうですけどね、どうでしょうか。ジャケット39,000円、パンツ29,000円で、値段とか全部一緒なんですけど、どうすか。僕これガチ押しの色ですね、コンクリート。こういう色好きなんでね、僕ね、なんかあの昨シーズンのニューハリウッドの時にも、まあ、こういうような系統の色出たと思うんですけど、前回のは割と灰色がかったブルーって感じだったんですけど、今回のは青みがかったグレーって感じ、なんとなく伝わりますかね、うん、そう、このちょっと寒色寄りのグレーの感じね、いいんだよな、これ好きですね。
でね、パンツの形も綺麗でね、なんか本当にちょっとシルエットからとかね、この見え方でいうとだいぶこうスラックス見えするというか、結構綺麗めなスリムのスラックスっぽい感じの、見え方ですね。でもまあ生地がね、やっぱこのポリ100の軽いね、軽くてソフトな生地使ってるので履きやすいですね。めっちゃ履きやすい、めっちゃ履きやすいガシガシ系の、うん、まあリアリティだな、これもな、本当になんかワードローブというか、うん、なんかそれに近いような一着なのではないかなと思います。何よりもまあこの色ですね、僕はこの色が好きです。いいでしょう、この色めっちゃ良くない、めっちゃいいでしょう、好きですね、こういう系の色。はい、ということで最後このフレアですね、ソイルの色ちょっと着てみます、はい、そして最後このソイルというね、少しちょっとブラウンというか黄色みがかったブラウンっていう感じのお色ですね、着てみました。そしてパンツが、はい、フレアのシルエットでございます。新型どうでしょうかね、3型とも見てみて、はい、これもね割と結構フレア感が少し強めですね、割とね、まあフレアパンツやなっていう感じの、ね、横から見ていただいてわかると思うんですけど、はい、この辺はね割と腿のあたりで少し細くなって、この腿のあたりの細さはスリムとちょっと同じかなと。なのでそこからこうシュッと広がっていくっていう、まあ、フレアのシルエットね、綺麗ですよね、綺麗。これもねちょっとこうブーツとかともね合わせてもいいんかなと。この色も相まってね、ちょっと渋い系っすね。これは少し渋い系の色味かなというふうに思います。いかがでしょうか。これもね、いい色ですけどね。ね、なかなかね、使いやすそうな色。うん、使いやすそうですね。ちょっと明るめのブラウン、うん、っていう感じで。はい、そんな感じでね、これも使いやすいやろうな。僕はやっぱね、このね、このシリーズ好きでね、本当にね、毎シーズン、そして大好評いただいてるんで、なんかね、まあ今僕セットで着てるんですけど、分かりやすく、まあ別にセットじゃなくてもいいと思いますし、単品でも、まあぜひ、まあ、セットがね、おすすめであるんですけど、うん、なんか単品でそれぞれでもいいと思うんで、このシリーズはね、僕結構大陸のね、インラインのね、ラインナップならばと、おすすめのスタープレのシリーズなんで、ちょっとまだという方、ぜひこの機会に、はい、お値段もいい感じだと思いますので、はい、お手に取ってみてはいかがかなと思います。ガチ押しです。はい、そんな感じで概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんので、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。では。